はい、今日はですね、年賀状で、よく使うですね、様ですね、宛名でですね、何々様、これはですね、毎回年賀状で書くたびに使うと思いますので、様のですね、書き方をですね、もう一度、復習のためにですね、やっていきたいなと思います。で、今日はですね、ペン字を、様まず書いてですね、その後に筆ペンを使って様で、これをですね、2パターンちょっと書いていきたいと思いますので、ぜひ、見ていってください。はい、ではですね、まずペン字ですね、ペン字から書きます。使うのですね、ゼブラのこのつらさ、クリップですね、これの 0.7 を使って書きたいと思います。はい、ではまず様ですね、まずですね、左側から、右上がりにまず点をちょっと入れてですね、打ち込みを入れて、まず右上がりですね、でここをちょっとつなげるような感じですね、ここクイッとまた入れてですね、ちょうどここと3対1ぐらいになるぐらいですね、こんな感じですね。でここ跳ねましょう。で少しですね反らせる感じですね。でここが、3に対してここが1ぐらいですね。でこれ木偏なんですけども、基本、木偏の基本的な書き方ですね、3対1ぐらいで書いて、ここ、入れてちょっと反らせる感じで、ここ跳ねますね。で、ちょっとですね、ここから行ったりするとちょっと普通の字になってしまいますので、ちょっとですねこの辺ぐらいから行く感じですね。で大きくこう跳ねますね、ここの跳ねですね、ちょっと注意しましょう。大きく跳ねた方がかっこよく見えます。で、この木偏よりもですね、ちょっと上側からですね、まず点を打ちますね。はい、点ですね。でこの、右側からですね、こうまず入れ込むんですけども、ここをつなげていきましょう。つなげていく感じですね。でここ2本目も3本目もですね、つなげていって、ここですね、ちょっとスペースを空けてですね、点を入れまして、ぐーっとこう足長ですね、足長を注意して、でここですね、左の木偏よりもちょっと下げて書きます。ちょっと下がるぐらいからシュッとですね、大きく跳ねましょう。で次ですね、ここをですねどう書くかで、かっこよさが決まってきます。で基本的にはですね、こういう風な感じ、こうですね、はい。でここ大きく跳ねて、ここつながっていますよっていう感じの書き方ですね、こんな感じ、はい。でこういう様っていう字がですね、結構かっこよく見えるんじゃないかなと思います。で、もう一つ書き方がちょっとありまして、ここの部分ですね、ここの部分をもう一回書きますとですね、こうまっすぐ来ますよね、まっすぐ来て、こう書いてですね、こうしてこう、こういう感じでもですね、いいと思います、かっこよく見えると思います。で、その代わりですね、その時はここをですね、しっかり伸ばしてあげること、右下法則の例ですね、これ以前動画でやりましたけども、右下に引っ張ってやった方がですね、これかっこよく字が見える法則になります。でここですね、注意して書いていただくといいと思います。はい、ではですね、次筆ペンですね、筆ペンを使って書いていきたいと思います。で筆ペンの場合ですね、この極細、ペンテル筆の、極細タイプを、宛名書きとかに書いていただくとですね、結構この先ですね、ここがかなり細いので、結構しっかりですね、筆のいいところが出てですね、結構綺麗に書けると思いますので、ぜひ宛名書き、表書きですね、結構書くの結構きついですよね。なので、こういう細い、筆ペンがありますので、これでですね、書いていただくと結構いいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、筆ペンですね、筆ペンを使った書き方、基本的にはですね、筆ペンの方がかっこよく見えると思いますけども、形はですね、これと一緒になりますね。はい、では書いていきたいと思います。まずですね、こういう点を入れて、こういう感じですね。筆ペンの場合はですね、こういう太いところと細いところがくっきり出ますので、かっこよく見えるんですよね。で、こういうペン字はですね、ペン字もかっこよく見えるんですけども、細い線になりますので、太いところと細いところが出ませんので、やっぱり筆ペンの方が書く見せるにはですね、いいと思います。はい、ではですね、書いていきます。はい、でここですね、打ち込みですね、打ち込み入れて、はい、で、はい、でこれ形的にはですね、もう一緒ですね、こっち側とですね、はい、で点を入れましてですね、こう跳ねまして、
ここですね、つなげていく感じですね。はい。で、ちょっと跳ねますね。で、こういう感じでいきまして、ここ大きく跳ねますね。はい。で、筆ペンの場合はですね、さっき2個目書き方、例書きましたけども、こっちよりも、こっちの最初に書いた、この書き方ですね、の方が、筆ペンの場合はですね、結構かっこよく収まるんじゃないかなという思います。はい。で、これがですね、まあサマですね、サマの書き方、筆ペンになります。はい。ではですね、今回はサマ、の書き方ですね、サマの書き方についてペン字と筆ペンでやってまいりました。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。